酒が飲む。あと1時間。はい、皆さんこんにちは、桜吹雪です。3回目の演舞になります。ちょっと演舞前にちょっと話させてください。先ほど、リンコさんが3月24日、宇都宮よさこいということで、土地を盛り上げるという形で上の川の方でよさこいをやりますけれども、その次の週の3月31日ですね、ロマンチック村、宇都宮ロマンチックの方で第2回栃木よさこい、こちらの方開催します。プラス20キロだな。ライトよさこい、バントさんが、ブルーズしてますライトよさこいも皆さんの方でだんだん、宇都宮駅のところですね、ライトヒルゾーンでやってるのも有名になってきましたけども、栃木があちこちで盛り上がって頑張っておりますので、24日、31日もですね、栃木の方に来て応援してください。よろしくお願いします。桜吹雪3回目の演舞は、2010年に、東京よさこい、そこで夢花火として、その時の曲をオリジナルの踊りをつけて踊った曲を今変化して、14年踊っている曲になります。夢花火という曲をご披露したいと思います。ご声援のほどよろしくお願いします。見ていただくお客様に、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桜吹雪夢花火2024桜舞う桜吹雪スイ。
おお。3月31日、とちおさ、その後4月14日21日たこ屋の小山工場、その4月の28日春日部の藤祭り、その後は日立の国よさこい祭りの方で演舞させていただきたいと思います。お時間も取れる方は見に来てください。よろしくお願いします。桜吹雪でした。ありがとうございました。